エアアイスランドコネクトはアイスランドのコミューター航空会社である。レイキャウィークを中心に国内線やグリーンランドやフェロー諸島への路線を運行している。2017年5月に現在の社名へ変更した。1959年パイロットのトリックビヘルガソンはアークレイリで航空輸送事業を開始した。当初はパイパー機を使用して 緊急輸送やチャーター運行を行っていたが、1960年にはアーグレイリからボップナフィオルズルへの定期運行を開始した。後にビーチクラフトキアのオール262などを導入し、事業を拡大した。1964年にはノーサーフラグの名称を使用するようになり、1967年には公開会社の形態となった。1974年、 同社を所有するトリックビヘルガソンは事業の売却を決め、同社の元従業員にアイスランド航空の出資も加わって設立されたフラグフラグノースアロンズが運行を引き継いだ。新会社は1975年から運行を開始した。1990年代、アイスランド航空は事業の分社化を進めており、国内線部門でも他社との提携を模索していた。 1997年、フラグフラグノースアロンズが、アイスランド航空の国内線事業を吸収し、社名を、エアアイスランドと改める形で合併が成立した。フラグフラグアイロンズを名乗る航空会社は、過去に2社存在したほか、アイスランド航空もかつてはこの名称を名乗っており、エアアイスランドは、フラグフラグアイロンズの名称を持つ、航空会社としては4代目にあたる。 2008年には DHC-6 機能運用とアークレイリにあった関連の施設の使用を停止しアークレイリ発着路線は新たに設立されたノーランドエアに引き継がれた。エアアイスランドの航空路線図アークレイリから地方への路線はノーランドエアにより運行されている。2019年4月現在の機材は以下の通りである。ありがとうございます。